皆さんこんにちは当チャンネルを管理しているガイデズンと申します今回は大事に残しておいた昔の映像機器のカタログを見て当時の映像機器の技術について読み解いていきたいと思います今画面に映っているカタログは当時書き集めた映像機器のカタログになります今でこそインターネット上で PDF でカタログは配布されていますが当時は店頭や展示会でしか配布する機会がなかったのでとても考えて作り込まれているのが分かりますさてご紹介するにあたって大きくアナログ系とデジタル系この2つに分けてご紹介していきたいと思いますまずはアナログ系の巨塔であるベータカム一頃ころは 放送局でたくさん利用されていたかと思いますがもちろん放送用を見据えた業務用のフォーマットとなりますこれがベ βcam SP のテープになりますちょっと取り出してみますねよいしょこんなこんなテープになります、えー、記録方式ですがカタログから引用しますと起動信号と 2種類の色差信号を分離して、トラック上に記録再生するコンポーネント方式を採用。軌道信号と色信号がテープ上で混じり合わず、かつトラック幅も広いので、とても純度の高い記録再生が行えます。開発以来、すでに14年を経過したこのベータカム SP フォーマットは、その画質の美しさと成熟度の高さから、 すでに世界の放送局などで主流となっている方式ですというふうに書かれています業務用ということで繰り返し記録しても画質が悪くならないようにとのことですねさてベータカム方式のカメラですが二分の一インチのいわゆる業務用のビデオカメラのカタログが UVW-100B になりますこの頃のトレンドが新開発の パワー HAD という新開発の CCD で CCD センサー特有のスミヤが経験されるのが売りのようです。レンズ付きで税別140万円当時は消費税が3%でした。他にもラインナップがありますが放送局で使うようなセンサーサイズも3分の2インチで高機能なカメラになると税別で650万円となります。 さすすが放送用という感じですねそしてビデオデッキについてもいくつかラインナップがありますが再生専用機か録画もできるのかまた編集機としての使用を前提としているのかによりこちらは値段がピンキリです。ごく簡単な構成のセンプロというシリーズで58万円から130万円です。デッキを正面からら見たら 全く同じにしか見えませんが、接続できる信号のインターフェースの違いにより、それぞれの機種に置かれるようになっているみたいです。ある程度本格的な編集をするためには、スロー再生や止まった映像もノイズなく綺麗に見せる必要がありますが、二千プロのシリーズで、えー、税別が二百二十万円、P V W 二千八百に至ってはカタログもカメラと 再生機との並びの写真が入っていてカメラで撮って編集をするのが前提のシリーズということが連想されますねこちらが放送局で使うようないわゆるフラッグシップ機になるんじゃないかと思います今でいう SDI 端子になるんだと思いますが D1 デジタル入出力端子を装備した BVW-D75 になるとこすでにカタログに値段が入っていませんね、うん、1> D 1端子のない BVW75 の定価が万円になるのでそれよりも高いいんじゃないかなかと想像していますでですねカメラとビデオデッキだけでは実は編集上は大したことができなくて効率よく編集作業をするためのジョグシャトル付きのリモコンだったりとか画面に各種エフェクトを入れるための DME スイッチャーとか もちろん確認用のモニターとか音声用のミキサーもないと映像作品とししては完成しませんカタログには参考としてセットを組んだ料金にも記載がありカット編集だけが行えるシステム1の構成で335万円ライトな1 0 0 0で音声ミキシングと DME スイッチャーが入ったセット3で870万円 本格的な機種である2000プロでででババリバリ編集ができるセットで万円になりますたまにテレビにちらっと映る編集室に並んでいる機械だけでもこんな高額な機械が並んでいたんですね。びっくりしますこれに近いレベルの編集がパソコン一台とビデオ編集ソフトでできるようになったのは技術の進歩はもうとても本当にありがたいと思っています。さて ベータカムはアナログ方式のビデオなので、えー、引き続きデジタル系のビデオについて見ていきたいと思いますもちろんベータカムもベータカム SX やデジタルベータカムがありますがここでは割愛したいと思いますパナソニック陣営は NHK 向けに D3 もやっていたようですが DVC プロや DVC プロ HD ですね Victor JVC は 後にデジタル S を押していたようです。デジタル S は VHS と同じサイズのテープを使っていたので VHS の映像資産を有効活用しようと考えていたようです。さてソニー陣営といえば DV や d v カムですが DV のカメラを持っていたこともありカタログは熱心に集めていました。DV カムのフォーマットは、 家庭用の DV と再生互換性を確保されています信号もベータカム等と同様でコンポーネント方式を採用していますがもちろんデジタル方式で記録されますビデオカメラも本格的な3分の2インチカメラ2分の1インチカメラも両方がラインナップされていますデジタルになって設計も進化し3分の2インチカメラの DSR500WS でも195万円で買えるようになりましたこの頃のソニーのラインナップがすごく面白くて民生用と業務用の基本設計を共通化して両方製造販売するというのを始めています持っている民生用の TRV900 の業務用版が DSRPD100 として販売されていますし 同じく民生用の D. H. R. 千の業務用版が D. S. R. 三流として発売されています。全然関係ないですが、民生用の D. A. T. の T. C. D. D. 百も。P. C. M. M. ワとして業務用としてラインナップされています。たまたま私は業務用ゆとりの民生機を使うことが多かったのですが。似たような方、他にもいらっしゃるんじゃないでしょうか。 さて、4回にわたって今までお送りしてきましたが、えー、お待たせしました次回から現物を使ったレビューを行っていきたいと思いますよい、はい、次回よソニーの NX100 について、えー、スペックはもちろん操作性や撮影サンプルを使った描写力について解説していきたいと思いますはいえー、とこちらありますけどもこれあの純正品の レンズフードですけどもよいしょこんなやつここから、えー、とこのカパカパのかっこいい方のレンズフードをつけるつくかなよいしょ入ってきたというふうな、えー、小技なんかも紹介していきたいと思いますそれでは、えー、まだの方はチャンネル登録をこの動画を見ていいなと思った方は高評価是非お願いします